はい、こんにちは。ゴールデンウィーク中、キャンプ、バーベキュー楽しんできましたら、よかったねー、ふーん。よかったんだけど、この、汚い帽子。うわぁ、うわぁ、ほんとだ。はい、染み抜きしてきまーす。よろしくお願いします。抜けるかわかんないけど、まずこれ、歯磨き粉つけまーす。歯磨き粉なの？うん、なんか歯磨き粉ってさ、ほら、歯の周りのさ、ザラザラ落とすようなさ、あ、研磨するってやつ？それ？入ってるじゃん。なのでこの汚れにちょっとつけて、うん、これただの歯磨き粉ね。ほうほう、普通の歯磨き粉。安いやつ、一番安いやつね。でちょっと気になる汚れにこう指で塗ってあげて、うんうん、この繊維の中に染み込ませてあげる感じ。プロっぽい。結構汚れちゃってるね。汚いよ、だから。よろしくお願いします。はい、次これ家庭用の食器洗い洗剤。あ、合わせ技するの？はい。あ、結構ぺったり塗るのね。うん、これもったいながらないで使う、うん、で、これスプーンなんだけど。え、スプーン？そう、ただのスプーン。いつもガッちゃんがヨーグルト食べてるスプーンね。あー、で、ちょっとうん、こすってあげる。こすってんのこれ？うん、ただね、こんなゴシゴシしてなくて、本当に優しくゴシゴシで、この繊維の中にこの洗剤の泡分を入れて汚れ吸着させてあげたいから、ほうほうほう、この泡をこうこすりつける感じ。うんうんうん。で、汚れかき出したりとかそういうのはさ、もうさ、クリーニング屋さん出さないとダメだから、これあくまでもお家でぶっちゃけダメになっちゃってもいい服。うんうんうん。ほら、自分でやってさ、もうダメだって諦めつくじゃん。あ、まあそうだよね。クリーニングも高いしさ、帽子変えちゃったりとかするんじゃないの？そう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 。うん、なのでできることは、で、まあ今日ね、この後コインランドリーの日なので、うん、今こうやってちょっとつけといて、はい、でコインランドリーまで30分ぐらい洗うまで時間を置いといてあげれば、かなりこの洗剤分が中に浸透してくれるんじゃない？あ、少し間開けるんだ。30分も経たないね、うん、もう本当ね、つけてね、5分10分こうやって泡つけておくだけでだいぶ違うと思うよ。これやってからじゃあ向かえばいいんだ。うん、これちなみにうちらほら食器も最小限だからスプーンでやってるけど、うん、別にあの、なんだろう、ナイフみたいな、切れるナイフじゃなくてさ、うん、刃がないようなナイフあるじゃん。あ、じゃあ反対側って言葉いいのかな。そうそうそう、でもいいし、そうそう、ちょっとここがやっぱね、汚れが強い。そうだよね。うん、きついっていうか、汚れが強いっていうの、色が濃い。うんうん、染みちゃってるもんね、うん、色がね。で、多分これね、土かね、炭がついてると思うの、バーベキュー代わりだから、うんうん、もしかしたらちょっと落ちにくいと思う。あ、まあ少しでも白くなる。あ、ごめん、でもこれこんだけ汚れが汚れがこうもう溶け出してるんですよっていう。ごめんごめん、ガッちゃん。こんなん大丈夫だよ、今ついたばっかのやつだから。あ、本当に綺麗になってよかったよ。ごめんごめん。はい、で、これ洗い上がってきたのがこちら。おお、やっぱでも残っちゃってるね。少しだけ残ってるけど、ね、だいぶ綺麗になったね。こんな感じ、ちょっと残っちゃうね。あ、でもそんな目立たないね。ほら、よくなったよくなった。でね、ガッ、うんうん、ちゃんごめん。何？うちめんどくさがってこれさ、乾燥機かけちゃったの。どうなっちゃった？ちょっとね、この白い部分が裏のクッション部分と貼ってあったみたいな感じの素材だから、ちょっとポコポコしちゃってるのと、うん、でもね、奇跡的にこのオリオンのこうなんていうの、プリントシール、うんうん、は無事だった。あ、ここ、あ、大丈夫だね、はい、無事だったから許して。でもちょっとポコポコしちゃう、ほら、このさ、でもこのポコポコとこの白い布をシールみたいなので貼ったるんだよね。まあでもかぶってれば大丈夫じゃないよ、ポコポコ部分は。すいません、ちょっとかぶって伸ばしてください。はい、ありがとう、綺麗、はい、になったね。はい、まあ、こうやってこだわらなければ家にあるものでもある程度は綺麗にできるので、よかったらやってみてください。それでは今日使ったものはこちら、スプーンと歯磨き粉と食器洗い洗剤で、やり終わったものについては自己責任でよろしくお願いします。さあ、みんなで綺麗になりましょう。おー、さあ、これでまた汚しても大丈夫だね。自分でやりな。え、マジで、うん。